こんにちは、ニコアミです。今日はルームシューズ、モカシンタイプのルームシューズを編んでいきたいと思います。これちょっと紐をね通す前の完成間近のモカシンでございます。これをね編んでいこうと思います。ルームシューズを編むのがすごい好きなので、過去にもねいくつか動画を出しているので、よかったらご覧ください。視聴者さんの方がこの一個一個のパーツが立体になっていくのが面白いって言ってくれはって、なんかその出来上がるね過程をね楽しんでいただけたらなと思っております。材料はダイソーさんのメランジテイストを使っています。今回は2本取りで編んでいきます。底とそれから側面別の色にしました。その辺はお好みで選んでください。かぎ針は7ミリ、ジャンボの7ミリで編んでるんですけれども、私めちゃくちゃ編み癖緩いから、皆さんは多分ね8ミリで編んだらいいのかなと思っております。お好きな紐、滑り止めもあると快適に履けると思います。で、滑り止めね塗るとゴミがねくっついてくるんですよねなんですが掃除するねバロメーターになっていいかなと思ってね、しっかり歩けるので気に入ってます。あるとさらに便利なのが中敷きですね。100均でねいろんな種類のものが売られてると思うんですけれども、こうやってカットしてね使えるんですよね。あ、これとかなので、この中敷きすごい便利です。足りないな、厚さが足りないなと思ったらね、こうやって2枚敷きにして使ったりとかしてます。私の足のサイズ24センチなんですね。で、M と L 兼用にしてます。 S サイズの方、それから L サイズの方は糸の太さでね調整したりとか、あとかぎ編みのサイズで、かぎ針ですね、間違えた、かぎ針のサイズで調整していただければと思います。あとはこう中敷きをこう2枚引いて履き心地調整するとか、そんな感じでやっていただければと思います。すいません、ちょっと目数合わせが大変やからそのようにさせていただきました。こちらの動画は編み慣れている方向けの動画なので、全く初めてという方はこちらもご覧ください。じゃあそこから編んでいきましょう。そこはね、ゆきんこブーツと同じ編み方になっております。そしてちょっと紺色やと目が分かりにくいので、明るい色で編みたいと思います。鎖17目で、作り目を作ります。12、13、14、15、16、17。鎖17目編めたら1段目開始します。鎖1目で立ち上がって、端から2目目の裏山のところに細編みを2目編み入れます。そして裏山に15目細編みを編んでいきます。1、2、3、そしたら最後の目に細編みを4目編み入れます。そしたら次の目から細編み15目編んで、そしたら最初の目のところに細編みを1目編んで、そして一番最初の目に引き抜き編みします。
と待ってよ、ここちっちゃくしたいからここしっかり締めて、で引き抜き編みと。はい、これで1段目が編めました。ここのところがかかとになるんですけど、ここは3目の増し目でした。でここつま先のところはここ4目増し目しました。じゃあ次2段目いきます。鎖1目で立ち上がって増し目を2回します。そしたら一番最初の目のところに印をつけといて、でもう1回増し目します。はい、そしたら、ここから細編みを6目1、2、3、4、5、6、次が中長編みを3目です。1、2、3、で次が長編み6目ですね。1、2、3、4、5、6、そしたらここの4目のところを増し目します。2目ずつね、長編みを編み入れていきます。はい、これで増し目が1、2、3、4回できました。そして次は、長編み6目中長3目細編み6目編みます。こっちと反対ですね。そして最後1目余ると思うので、ここに細編みを2目編み入れて増し目します。そしたら一番最初の目のところに針を入れて引き抜き編みをします。じゃーん。で次が3段目、鎖1目で立ち上がったら2、1で増し目します。2目編み入れて次1、2目編み入れて、で1、これで増し目して、次は細編み15目、増し目を2、1、これを4回繰り返して細編み15目、最後2、1です。次4段目、鎖1目で立ち上がったら増し目は1、1で2です。1、1で2。で一番最初のとこにマーカーつけといて、で次が細編み15目、1、1、2を4回、で15目、で1、1、2で、それで、完成になります。はい、出来上がりました。だいたい22センチくらいですね。そして一番ここの幅があるところが9センチで、ここの幅の狭いところが7センチになっています。靴のこの側面のところを編んでいきます。1段目はうね編みにしたいと思います。
新しく糸をつけて、で鎖一目で立ち上がったら、この鎖の足元のところの奥の半目のところに針を入れて細編みを編みます。で鎖一目編んだら一目飛ばして、うね編みじゃなくて筋編みか、輪編みだから鎖一目編んで一目飛ばして細編みの、筋編みをします。一目飛ばして細編み、鎖一目飛ばして細編み、鎖、これを一周繰り返していきます。一周編めたら一番最初の細編みのところに引き抜き編みをして、そして2段目は鎖2目で立ち上がります。そして次ね、一目飛ばして細編み編みたいんですけど、この1段目のこの筋編み、うね編みするとこ、したとこ、ここに、入れます。で鎖一目編んでここですね、でまた一目飛ばしてここのところに編んで、でこれを一周繰り返していきます。最後細編みを編みます。でこれ余ってるように見えるのは、これ引き抜き編みでできた目なので、ね、はい、ここはスルーして、そしてこの一番最初の鎖のところに即に引き抜き編みしちゃってます。じゃあ3段目開始します。鎖1目で立ち上がって、そして1段目で編んだ細編みの頭に針を入れてギュギュッと持ってきて細編みを編みます。そしてこの目をね、忘れやすいので、はい、で鎖1目編んで、でここですね、1段目の細編みの頭に細編みを編んで鎖一目編みました。で一目飛ばしてここですね、でこれを繰り返していきます。こうすることで、側面がしっかりね、細編みを普通に編むよりしっかりするんじゃないかなと思います。3段目最後は鎖1目で終わります。でここ引き抜き編みした目がめちゃ大きいと、なんかちょっとすごいややこしくなりますね。なのでなんか最後の目にも、ここが最後の目やって分かるようにマーカーつけとこうかな。よいしょ、これが最後の目です。はい、でこれが一番最初の目で引き抜き編み、で次4段目、鎖2目で立ち上がって、で1目飛ばしてこの前の段の細編みの頭のところに針を入れて、で1目飛ばして、あ、鎖編んでます。でこんな感じで編んでいきます。でこれをだいたい高さ4センチくらいになるまでね、奇数段偶数段繰り返して編んでいって、はい、こんな感じで6段編みました。そして高さがだいたい4センチくらい、 4.5 センチかくらいになってます。靴らしくなってきました。そしたら今度はこの上のパーツのとこね、アッパーって呼んでるんですけど、アッパーでいいかな、はい、この上のパーツのところをね、作っていきたいと思います。まず鎖2目でスタートします。1、2、そして1段目鎖1目で立ち上がったら、この裏山のところに細編みですね、よいしょ、はい、
そして、次から増し目しながら編んでいきます。鎖一目で立ち上がったら最初の目に、2目編み入れますね。でこの時になんかだんだんわからんくなってくるから、よいしょ、ちょっとこんな感じで下の2目がわかるようにしとこうかな。次1目で2段目で3目にしました。で鎖1目で立ち上がって最初で増し目して、で残り細編みを編む。でこれを繰り返していって、ゆいこらしょ、7段編んで横幅を8目にしました。そしてだいたい 6.5 センチくらいかな、 6.7 センチとかそれくらいの幅になっています。そしたらここから増し目なしで13段になるまで編んでいきます。はい、13段編めました。横幅が 7.5 センチになってるな。はい、横幅最終的に 7.5 センチ、そして、縦がだいたい 11.5 センチくらいになっています。今度は細編みでここをねぐるっと編んでいきます。13段編んだのでここねしっかりね13段ねここをすくって、つま先のところは3目編み入れたいので全部で32目すくいたいです。なのでどこすくってもいいので全部で32目になるようにしてください。そうすることで本体にね編みつけるときに数が分かりやすいかなと思います。じゃあ行きます。鎖一目で立ち上がったらここの細編みのこの横のとこちょこっとすくってまず一目で、次ここ2で次3 11 12、で次が13目目、ちょっとだけすくいます。足1本だけ拾って、そしてこの奥の半目のところに3目編み入れます。そして隣のところも3目編み入れて、そしたら次が33、ここかな、ここがちょっと迷うとこだけど、はい、1で2 3 11 12、あれどっかで拾い忘れてますねで13、ちょっと無理やり13編みました。でちょっとねここに隙間がね空いちゃうこともあると思うんですけれども、その場合はなんかちょっとこうあんまり隙間ができないように端っこの方を拾うとかして調整してください。これも結構ねボコボコって穴開いてるんですけど、はい、もうこのままいっちゃいたいと思います。これで32目細編みを編みました。そしたらここのところにリブ編みをつけたい。でその前に一回よいしょよいしょ糸をくぐらせて、糸はカットせずに一回ここでねよいしょよいしょこんな感じで終了しておきます。この一番端の目のとこですね、ここに針を入れて、そして糸を引き出してきます。そしたらここから鎖を10目
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら1段目いきます。鎖一目で立ち上がって裏山拾おうか。裏山拾いにくかったら半目だけでも OK です。1、2、3、9、10。はい、10目編めたらこの2目めのところに、引き抜き編みします。はい、そして、隣の目にも引き抜き編みをして、そして編み地を回して、でよいしょ、ここは細編みやが、細編みの頭のところの奥の半目、うね編みにしていきます。1、2、3、9、10。で、鎖1目で立ち上がって、またね、奥の半目だけ拾ってうね編みにしていきます。で、10目編めたらここのところに引き抜き編み、そしてもう一回引き抜き編み、で編み地を、回して、で細編みの頭のとこです、ここですね。引き抜き編みしたところにも編んじゃうとちょっと目が増えていくので気をつけてください。でこれを端まで繰り返して、編んでいきます。はい、うね編みを7段編みました。そしたらここ最後一目あると思うので、ここのところに引き抜き編みをして、で一回ここでも終わっとこうか。よいしょ。でもね、ここで結ぶけど糸はねまだ切らないでください。続けてね編んでいきます。そしたら次本体にね編み付けていきたいんですが、マーカーをねご用意ください。こっちがねつま先側です。つま先側のここの真ん中の2目、ここからトゥルルルってたどっていって、真ん中の2目を探します。ね、こことここで、このところから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16目目のところに印つけます。こっちも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、 OK、 よいしょと。はい、つま先16目、マーカーつけました。ここの端の目のところに針を入れて、そしてこの印つけたとこですね、ここの目のところに針を入れて、細編みでくっつけていきますね。よいしょ。鎖一目で立ち上がって同じところに細編み、よっこいしょと。で細編みで入っていって、鎖のところは即に拾っちゃってます。このところの前の段のね頭を拾った方がいいんでしょうけど、ちょっともうそこまで気が回らんくて普通に即に鎖は拾っちゃってます。
最後の一目を編みつけます。そしたら次の目ね、鎖だと思うんですね。なのでここは前の前の段の細編みの頭拾って細編みにします。そして次鎖にします。で次前の前の段の頭拾って細編み、鎖細編みを繰り返していきます。でこの鎖のところに紐をね通したいから、はい、鎖をね編んでます。かかとらへんの目がねすごいね分かりにくいと思うんですよ。だから表から見て、どの目拾うんやっけっていうのをね印つけたりして、はい、編み進めてください。こんな感じで内側にね丸々ような感じで出来上がってます。そしたら最後はここの目のところに引き抜き編みして、で終わります。はい、なんとギリギリ糸足りました。よかった。でチェーンつなぎした方がね綺麗やと思うんですけど、今回は目をちっちゃくして、で後ろで糸始末しようかなと思います。はい、こんな感じで出来上がっています。あと糸始末しますね。なんかすごくこことんがってるんですけどね、はい、なんかホストの人が履いてそうな細さやなと思いながら編んでました。中敷きをね引いてみました。そして今度は紐をね通していきます。色がねいろいろあってどれにしようか迷ったんですけど、一番濃いのにしたいと思います。なのでこれね2本2個買いました。はい、勢いよく飛び出しましたね。このアッパーのリブ部分をここね7センチくらい開けて折っています。そしてこの端から1段のこの真ん中ら辺に待ち針を刺しました。ここから紐をね出そうと思います。そしたらここら辺からスタートして、そしてこういう風にここに通していきたいんですね。でなるべく見えないようにと思いつつチラチラ見えながらそうなんですよ、チラチラ見えてるんですけど、よいしょ、でよくしょ、ここの鎖のところにね出るようにします。で結びたいので長めに出してます。はい、こんな感じでね紐をね通していきます。じゃあまたねここに来たらちょっと戻していって、よいしょ、でここのところに出るように、はい、でここの紐調整してください。結んで糸をカットしたら完成になります。底の糸が余っていたら内側から針を入れてぐるっと一周引き抜き編みするとより安定するかなと思います。お家がフローリングの方は滑らないも塗っておくといいと思います。一晩ぐらい乾かしたら大丈夫です。透明になるのでねあんまり気にならなくなりますね。はい、こんな感じで編めました。ここのね側面の模様を変えたりとか、ここに丸み出してみたりとか、またいろいろねアレンジしがいがあるので、これはまたね編んでみようかなって思います。すごい楽しかったです。
ですごくねやっぱここが難しいですね。こう見るとこっち側がねこうやって倒れてる感じじゃないですか。そう、多分こっちが緩く編みすぎたんでしょうね。こっちがきつく編んでて、そんな感じで編み具合によってこういう風に倒れたりとかするから、そうそう、あの割とこれをきっちり真ん中にこうやってキュッて収めんとって意外に難しいねんなって思ったりとかして、すごい勉強になりました。はい、でまあ履いてるうちにこうね馴染んでくると思います。最後まで見てくれてありがとうございます。ではまた。